はい、どうもルパンです。ではね、今回もメタルギアソリッドファントムペインの方やっていきたいと思います。今回はね、前回の続きでございます。いや、前回がね、すごい長くなってしまったので、緊急でしたが、ちょっと途中で止めさせていただきました。これはね、さっきの、前の動画のね、ヘリで撃ち込んで、とかね、まあ、救急車がドーンと跳ね返って、その後ですね。よいしょ。スネークさん大変でございます。ヘリ来たよ。絶対絶命。うう、怖いね。何をする？てるぞ。なんか来たー。逃げろスネーク。いやー来ましたね。敵ではない。来ますね、オーセロット。リボルバーオーセロットですね。さあ行くで。早い早い。これを使え。背中は任せた。ヤツを撃て。キレイ今だ。危ない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 。リロードしていこう。ちょ。これちょっと来てんだな。攻撃の隙を与えついてね。ほら。おお、危ない危ない危ない。どこだ。わあ、ねえ、こんなとこにいやんじゃん。やべえ、ね、ほら、よいしょ。やばいやばいやばい。痛い痛い痛い。今のうちにリロードしてみましょう。危ない危ない。怖えよ。やんなわけがない。危ねえ。危ない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 。いや、ちょっと。かっこいいけどさ、ちょっと危なっかしいぜ。超危なっかしかったね。おお。うわ。どうなった？まさかね、あんなやつを普通の馬でね、巻こうとするオセロットもね、なかなかですね。はい。おっ
とランク S じゃねえかこれ。やったぜごめんなさいね、あのね、序章がね、ちょっとトロフィー覚醒ということでね、目覚めましたね。はい、次へと。まあ途中の方にね、なんかなってしまったんですけども、申し訳なかったです。はい、じゃあね、多分エピソードさっきの0だったの1かな。すごいことになってる。オセロット。オセロットだ、ビッグボス。そう、俺だ。ある男から依頼があった。二つだ。まずはあんたを病院から救い出す。次にその男を助けに行くことだ。ある男か、覚えているか。9年前のあんたの相棒、カズヒラ・ミラーだ。9年前、あんたたちの軍隊はサイファーに襲われ、あんたも死んだことになってた。それも今日、奴らに見つかるまでだ。サイファーだけじゃない、世界中があんたを狙っている。世界中が敵か。あんたはミラーを救い、これからまたあんたらの部隊を作る。それしか生き残る道はない、うん、ああ、オセロットか、いいですね。まずはミラーを助ける。アフガニスタンだ。アフガニスタン。バラバラバラ。そうか、昏睡していたからな。4年前、ソ連がアフガンに侵攻したんだ。イスラム教徒が抵抗し、それを西側が支援している。ミラーは反政府ギリラの訓練中にソ連に捕まった。ソビエト第40軍、その兵力は十数万だ。ミラーを連れた部隊は昨日パキスタンとの国境地帯を出発。3日もあればソ連軍の駐屯地に着く。数日はそこで尋問され、その後はラーゲリかアフガンの砂漠に埋葬されるか。うわ、持って2週間だ。リミットは2週間ってことか。ミラーがやらなくてもいい仕事だ。それでも受けたのはあんたのためだ。あれで行く。俺たちの船だ。 IWC がうるさくなって捕鯨船が安く手に入った。カシム港まで7日、陸路に3日。現地に入ってからは時間がない。それまでに新しい自分になれてくれ。捕まれ。まあいろいろとね、ミラーさんがあったんですね。捕まってしまったということなんでね、まあ、それを救出に行くっていうことですかね、今回はね。まあ、今回はまあミラーさんを救って終わりにしましょうか。第1章、報復ということでね。
ろとレクチャーを受けてるのかな。この音楽すごい鳥肌が立ちますね。おー出たファントムシンガーシュガーか。アフガニスタン、ちょっと発音が悪かったかな。アフガンにね着きましたね。ダイヤモンドハウス、オッケー。エンブレムのパーツなんか作れるのかな。あとエンブレムを作れるのかね。まあいろいろと、まあ、まあ操作的には、まあ、グランドゼロスぐらいかな。エピソード1。はい、本題のね、やっと本題のミラーさんを助けることができるんですけども、すでに12分。ここはあれですね、結構あの PV とかプロモーションじゃなくて、そうですね、あのゲームプレイとかね、あとありましたね、トレーラーとしてね、よくこのシーンはね出てましたね。この時はソ連軍の実効性圧圏、ミラーが捕まって10日、残り時間は少ない。ウェザーのクリエーション砂嵐が去るぞ。いよ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 って待ちすぎ待たせすぎですね。まあ、これからね潜入できるんですけども、あ、この2人が歩いてるっていうのもなかなかいいですね。やはりやっぱまだボスうまくできないようですね、なかなか。慣れたな。ボスの声がまだ聞けないですね。なんか無口になっちゃったのかな。うひょー、現場は9年ぶりだろうが、ソ連軍主力地上部隊への単独潜入、肩慣らしにはちょうどいい。刀ならしかよ。カズキラミラーは北のダワンデーハーに囚われて、位置を確認しよう。端末を開いて。いやね、端末開きます。ちょっとこれですね、マップにダワンデーハーという町があるのが分かった。ミラーはそこに囚われた。だが町のどこに捕まっているかまではわからん。それを探るのもあんたの役目だ。そうか、町といってもこの大きさですね。端末を閉じてくれ。よし、双眼鏡は持っているな。これかな。 R 正面に村がある。見えるか。もっと右だ。右、よし、村が見えたな。これかな。双眼鏡で捉えたものに関して詳しく知りたければ連絡をくれ。その対象についての情報を伝える。その村はダウヤロカレ。住民は戦火を逃れるためすでに避難し、今はソ連第40軍の拠点となっている。
数日前ミラーはその村を通ってダワンデーハーに移送された。村にはその痕跡が残っているかもしれない。調べてみる価値はある。位置を忘れないようにマーカーを設置しておくんだ。マーカーを設置しろということなので、よいしょ、どれだ。右の方だからこれかな。双眼鏡を構えて。構えたよ。どうした、村にマーカーを設置してくれ。あ、違うの。違うのかこれ。こちらかな。マーカープレイスん、まさか違う。あれ、双眼鏡を構えて。なんか難しいな。どうした、村にマーカーを設置してくれ。そういうことか。よし、これで村の方向を見失わずに済む。ああ、はいはいはい。端末を開かないでできるのか。ミラーの体力も限界だ。持ってもあと3日か。ミラーが死ねばミッションは失敗。復讐の機会もなくなる。だが情報が足りん。下調べもなくダワンデーハーに入ればあんたもミラーも危険だ。せやな。まずは偵察するんだ。今見た他にもソ連軍の拠点はある。アフガンは広い場所だ。広大ですね。状況を知るために双眼鏡に頼ることが増える。どこからどう攻めるかはあんた次第。おお、あんた次第か。あんた一人だ。戦場の連中にとってあんたは伝説の傭兵だ。だからこれはあんた一人でやる。あんたは9年の時を超えビッグボスとして帰ってくる。それがミラーの条件だ。情報は随時無線で伝える。油断するな。ミラーの護衛は精鋭揃いだった。だが全滅した。残っていたのは護衛の死体とこいつだと。奴に渡してやってくれ。あんたでなきゃできない仕事だ。あ、トレードマークですね。さあ行け。伝説を取り戻せ。いやかっこいい。救出せよということでね。はい、というわけで今回はちょっと内容が薄くなってしまいました。申し訳ございません。今回はこの辺で切らせていただきたいと思います。では次の動画で会いましょう。次はミラーを救出したいと思います。ではさようなら。